ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の山崎の内田です。本日は、青果町の方にやってきました。今日ご紹介するのは 2LDK の、賃貸アパートセジュール静香という物件です。それでは早速中をご紹介させていただきます。まず、最初にご紹介するのは LDK のスペースとなっております。こちらですね、非常に各家電の配置しやすい、使いやすいお部屋となっております。また、こちらこのように、奥の方にキッチンが、ついてあります。こちらのキッチンはですね、非常にオーソドックスなタイプなんですけど、調理スペースもしっかりとございますし、こちらですね、2口のコンロを置いていただける、そんなスペースもございます。また収納の方もこのように上の収納もしっかりとございますし、もちろん下の方にもお鍋などを入れていただける収納がついております。また、冷蔵庫等はキッチンの横に、ちょっとしたスペースがございますので、そちらに置いていただく形になっております。それでは次、お部屋を紹介させていただきます。先ほどご紹介した LDK のちょうど隣になるんですけど、このように和室の6畳となっております。こちらの和室はですね、このように、バルコニーというか専用庭というかですね、ちょっとしたスペースにつながってますので、こちらお洗濯物を干していただけます。またこちらの和室には、およそ半減のこのように押し入れがついています。中に行くと結構高さがございますので、お布団などは十分に収納していただけます。そして和室を、抜けまして、ちょうど隣に、このように洋室がございます。こちらの洋室にはこのようにかなり大きな、収納がついております。3段に分かれていて、入れるものに合わせて置く場所を選んでいただけます。またこちらの洋室はですね、もう一つ、出入り口がついてまして、こちらから出ていただけると玄関の方に、つながる形となっております。洋室を出たところにはこのように、お手洗いがございます。お手洗いの横が洗面所のスペースとなっております。こちらですね、洗面台ございまして、その奥に室内の洗濯機置き場がございます。そして後ろを振り返っていただければ、このようにお風呂となっております。お風呂には窓もついてますので、換気もしっかり行うことができます。そして、洗面台すぐ出ていただくと玄関のスペースとなっております。玄関のスペースにはこのように下駄箱がございますので、靴などもしっかりと収納していただけます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件等は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。